パリオリンピック、五輪、レスリング、11日、男子フリースタイル65キロ級、シャンドマルスアリーナ幼馴染桜井つぐみと喜びを分かち合う清岡幸太郎。パリイコール安倍健吾、男子フリースタイル65キロ級の清岡幸弘郎、23イコール三景海運、が金メダルを獲得した。決勝で4月のアジア選手権覇者の強敵ラハマガームザドハリリ、イラン、 を下した第1ピリオドに猛攻を仕掛けた。1点を奪われたが、バックを取って2点を返すと、さらにタックルから仕掛けた。また下から背後に回り込みバックを取って2点追加。さらにアンクルホールドから3回転して一気に10対1とリードした。第2ピに背後を取られて2点を返されたが、無尽蔵なスタミナで相手に攻撃をかわした。試合後は鳴り止まない歓声に応え続け、 スタッフの案内も静止して何度も観客席へ足を運び、喜びを分かち合った起用家は自分に関わって声をかけてくださった皆さんに、この金メダルだけじゃ返しきれないと思うんですけど、本当にありがとうございましたっていう気持ちと、少しでもこういう結果で返すことができたのかなと思いますと第一声で感謝を伝えた。続けて、あのポジションになれば絶対に返すことができるっていう自信はあった。 本当はあれで決めきるつもりだったけど、そこまで簡単な相手ではなかった。最初に気持ちで攻めてポイントを取ることができたので、それが後半にもつながったと思うと試合を振り返った。一気に世界の頂点まで駆け上がった。昨年末の国内選考会で東京五輪金メダルのオトロタクトを破り、その後のアジア予選でパリ行きを決めた。10日は準決勝まで3試合を戦い、マイテイクダウンごと、 上を見たら盛り上がってくれてる。すごく力になりますし、頑張んなきゃいけないなって。すごくオリンピックっていうのを実感してます。と声を弾ませた。一回戦から積極的に攻勢に出て、何度も相手の足に食いついた。女子57キロ級を制した桜井つぐみは幼馴染。母親同士が同僚だった縁で、桜井の父雄志氏が立ち上げたコーチクラブで競技を開始した。 切磋琢磨、切磋琢磨、してきた仲間の結果に奮起していた。桜井には、勝って俺にプレッシャーをかけてくれ、と伝えたと言い,いそれを力に変えて試合に臨むことができた。本当に良い関係でここまで二人で来られたと一番のライバルに、見事に肩を並べたことに胸を張った。